皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西上樹です。今日もですね、一本動画を撮っていくんですけれども、今日はででん、こちら来ましたよ。いやいやいや、楽しみにしてましたよね。ついについにですよ。ついに見てください、見えますか。鉄道日本リアルプロ名古屋鉄道編来ましたよ。いや、これはやらなきゃいけないやつですよ。これは私がやらずして誰がすんねんと。古巣名古屋鉄道編ですよ。やっちゃうんですか。ついに来ましたよ。スイッチで。スイッチで。ちなみにこれコントローラーとかで使えたりするんです？いや、目の付けどころシャープですね。これ見てください。ほら。おお。電車でこう専用ワンハンドルコントローラー。対応。対応ということですよ。ああ。来ました。持ってきました。持ってきました。ででん。ほら。これですよ。これで遊べちゃいますね。これ対応ってすごいですよね。これ対応すごい。だってしかも実写ですよね、今回これ。そうなんですよ。今回はこれ実写でこれ使えると。これはめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。でもリアルも何もさ、もうだからリアルの映像にこのハンドル、もうそれは楽しみで仕方ない。めちゃくちゃ楽しみです。でさらに、なんかね、ミュージックホーンを鳴らせるみたいです。え、夢のようじゃないですか。ってことは、うん、特急車が出ると。でしょうね。あ、だってほら、2200とかトップでしょ。まあ、表に来てるということはそういうことですよね。いろいろね、なんか気になる項目いっぱいあるんですよ。ほら、実際の運転技術を見習って、ほら、リアルな運転とかね。実際の。そう。他のゲームももちろん楽しみ、うん、今まで楽しみでしたけど、これは特にじゃない。まあ確かにそうですよね、うん、とりあえずもう開けていいですか。もう待ちきれないと。そわそわしてきて。開けちゃいましょう。開けちゃいましょう、ね、開けますね。はい、行きましょう。男にしゅべ開け方がわからない。ちょっと待って、ね、あ、ここっぽいですね。あ、来ました来ました。それはほらほら、ほら、あー、すいません、ありがとうございます。いきますね、開けてますね。いきますよ。おお、ね、鉄プロカードっちゅうのが入ってますよ。ほら見て、これ特典の一つですか。そうみたいですね。ミュースカイと後ろ3500と2200のカードですね。キャラクターのさ、ほら、あ、なんか、あ、なんか今、ね、女の子のキャラクターの中、この盛り上げる感じね。いいですね。これもいただきます。こんなちっちゃい中に、こんなちっちゃい中にそんな路線運動入ってるんですか。本当に早速やってみましょうか。いきますか。持ってきましたよ。リアルプロにはやっぱりリアルな手袋、はい、もう使ってるやつですかね。履くてね、使ってるやつ持ってきましたね。気をつけますよ。使ってるわけですから。あれば左手2つ持ってきちゃった。どこがリアルなんでしょうか。左手2つ。じゃあ今日それでいきますか。いや、ちょでもさ、でも見て、なんとなくゲロこれできるんじゃこれで。それっぽくいけるでしょ。幸いほらハンドルは左手なんで。あ、よかった。鉄道日本リアルプロ名古屋鉄道編出発進行。おお、来ましたよ。来ましたよ。来ました。これは3500じゃないですか。いい車ですね。僕がこの試験ね、実技の試験で使った3500。3500ですよ。来ましたね。うわぁ、ドキドキしますね。いや、どういう気持ちです今。いや、なんか複雑。すごい複雑だって今 ゲームとしてこれやるとすごい複雑ですよ。あの、今までこの乗務してたやつ、ゲームでやるっていうのはすごい複雑なんですけど、行きましょう。行きましょう。早速ベジッと。いいね。あ、まずはこれ訓練運転からなんですね、スタートが。あ、これさ、ちょっと気づいてんけど、
このこれさ訓練運転で書いてこの標板これぶら下げる、あほらサボ、これちょっとその雰囲気が少し、ね、ほらこの引っ掛けるとこが出てるこれすごい芸妓じゃないこれ確かに細かいそしてさフォントがさ、うん、名鉄フォントこのさ数字本当がそう思ったんですよ思ったやっぱりこの芸妓ニュースカイのこの字体とかさ字体もそうそのままマックと同じですからねうわーこれ芸妓そして区間が名鉄岐阜から神宮前から中部国際空港あるじゃないですかこれやっぱ開放しないと開けられないということですね。いやーまずはけどじゃあ訓練ということですね。はい。行きましょう。行きましょう。ああドキドキする。あの頃を思い出して。そうそう。あの頃。あのなんかねいろんな思い出があるなって言いながら。何を言ってんねん。行くぞ。よし。行きます。はい。おーおーおお。うんはいはいはい、あすごい、あ塚口、新清洲、鴻宮、あ私一番初め勤務した駅鴻宮なんですよ。おお、そう、そこがスタート。スタート、裸祭りのね。裸祭りの鴻宮なわけですよ。うわあドキドキするな。おお始まるぞ。おおなんかいっぱい情報が。あ奥田大里は通過で。新キオスということですね。とりあえず行きましょう。こっち。あドキドキする。はじめまして。鉄道日本リアルプロようこそ。おお鉄子さんよろしくお願いします。基本的なヒントをご案内させていただきます。大事ですね。大事ですね。はいはいはい。現画面の右下にこのようなケーキが表示されています。あはいはいもうこれはもうさながら運転曲線のようなね。なんか見たことがあるぞと。ねえ。運転モニターと言います、グラフのような緑のラインは理想的な速度を示しています。なるほどね、この区間のこの先の区間がどういった速度変化をするのかを見極めることができますので緑色のラインを参考にしながらマスコンで速度を調整して運転してみましょう。なるほど、これを見ながら運転すればちゃんとできる、運転ができるとですね、初めてやる人とかわからない人とかにも優しい、ね、優しいってことですよ。これいいじゃないですか。そうあねこれね赤のラインは制限速度、はい、なるほどね、はい、制限速度に突入しないように安全第一で運転してください、はい、ということですね。じゃあそこまでできるかどうか、お早速行きましょう。鴻宮から須賀口の区間です。お出発進行、あすごいすごいすごい、あで始まった、あ笛も鳴ってる。次、新キオス、出発進行、パイロット、点灯、電流足、あハンドル対応しましたね。動きよくなりましたね。低発、あいいですね、今軌道入れて、よし、おお踏切のハンドルのところとかも見える、おおこれは、あいや映像がめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。滑らか、おおちょっと揺れてるし、えちょっと待って、これすごくない？だってさ、ケーキもリアルやし、うん、このスタッフ、あの時刻表のところ見て、フェニックスマークがちゃんとついてるし、あ、本当だ。めちゃくちゃリアルなんですけど。うわー、ちょっとこれは鳥肌立ってきた、これ。細かい。え、細かっ。ご通過防止装置とか、防護無線とかさ。運転台の作り込みもなかなかすごいですね。進行。そう、外もさることながらね。90メーターもちゃんと動きますからね。お前、あ、振ってる振ってる。ちゃんと振ってるんですよ。シカを自然とやっぱさ、今僕こんだけ久しぶりなのに景標見たらやっぱ進行って言ってたもん。うん、すごい進行、よし。うわ、速度が出過ぎています。あ、今この緑の急行だから時間が多分あるんでしょうね。多分筋寝てますよ。奥田通過、おおリアル進化、自然と出た今奥田通過って何年ぶりやのに奥田通過って言っちゃった。あでも今ほら線が乗ってるのが分かります、これで、うん、うわーリアルだなこれは、うおいいですね、よし大里通過、おお、よし、
進行。うわ、もう自然と出るわ。あ、速度落とします。垂れてきましたって。うわー、いいですね、いいですね。進行。うわー、僕だ、これ警笛はどれでしたっけ？どこかです。どれかでなる。あ、ワイパーついちゃった。やばい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 。うわー、なあ、すげえ。今の踏み切りとか。よし。結構ほら、太鼓も来た。おー、これもリアルな絵だな。もうすぐだから新教室でしょ。ほら、高速道路の効果があって、うわ、リアルだな。進行。おー、楽しい。楽しい、これ。めちゃくちゃ楽しいですけど。あの頃と変わってないですか。全然変わってない。ほら、ほら、スポーツクラブも見えるしさ。で、ちょっと垂れてきたよね。もう全然順応がすごい、もうすぐできる。もうまあ、ハンドルを握ってれば意外と思い出せるもんかもしれない。全然やっぱ体が覚えてる、頭というより。でもうすぐ場内が出るでしょ。ほらもう全然出て、もう出てくる。場内が新規押す停車何両かな、6両かな、ちょっと早いかな。こんくらいやったっけ、場内。こんなかな、注意が。 まだいけるね。うわー、懐かしい。注意65、ちょっとあれか。あ、ほらもう、ここからも一発ブレーキでいけるっしょ。どう、65ぐらい。よし、新規停車6両。ちょっといきなりいってますよ。あ、全然感覚が普通、なんか普通にもあっさり入ってきた。なんか、リアル。あ、停止位置も覚えてる。当たり前ですけども、そのこれ左下にほらこの前傾があるんですよ。どうなんだろう、今どんなもんだった。感覚的にはこんな感じなんかなと思ったけど、どう？今どんなもん？あ、これ、あ、意外とまだちょっと手前だね。ちょっとおもち入れた。あ、でも、あ、全然もうちょっといけるんだ。はい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 。今ちょっとだいぶ垂れてるけど、あ、意外と全然奥やね。うんうん。まあいいや、とりあえず。おあたりで一発、連星立ち上げるためにビーチ入れるあたりが、うん、名鉄だよなっていう運転。俺読みました。B1 入れて B5 入れたでしょ。コンって入れて、でスッとかかったら B5 入れるっていう。コンって入れるやつね。なんちゅうか、ゲームというよりも普通に今 やってて、あ、全然なんかもう憑依したじゃないけど、うん、なんか普通に戻ってきて、もう65からブレーキの駅の停車ブレーキとか、あともう停止位置とかもすぐ見てたし、うん、でもそら当然のようにリアルですよね。まあそりゃそうですよ。すげえ。すげえ。すごすぎる。僕がこれで、ね、もう僕がこれもうリアルと言ったらリアルでしょ。それは持ってた人がね言うんじゃ、そりゃそうなんですよ。だってやってたもん、ここ。あ、難しいのはやっぱ停止位置の感覚かな。どうしてもやっぱり、まあそうですよね、うん、だってモニターの位置とかによっても多分感覚違うと思う、これって。そう、やっぱりこういう実写のこう難しいところはそこなのかなっていうのもありますけど、でもこれだけリアルできてたらね、慣れちゃえばもう。そう、さあ行きましょう。新規オス、カブチ。うおー、この新規オスの感じ、うわー、リアルだな。すげー。次、スカブチ出発進行。はい、パイロット点灯、ねねよし、110。うわー、来ましたね。うーわーリアルやな、すごい。あ、音もなんかこの没入感高めてくれますよね、 CP のね、音がね。そう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 、向かい側も2200。うわー、すげー。
キロ出してたっけな、でもこの区間そんなに出さないと思うんですけどね。結構だから寝てるがやっぱ90から95、まあ、でももうだって次丸の内でしょ。丸の内通過もうやってまうわこれ。うわーすげえ。よしで次が第2場内かな、ですね。塚口停車6両もうモニタータッチしてたもん。ほらここで注意があったかな。もういけるこのままで。そうだよし、とりあえず53キロね。よし、6両。6両 TC 値がそんなに前じゃないもんね、多分ね。中合わせでしたっけ？多分間にあるはずなんですよね。どこやったかな？多分この、ここぐらいにあった気がする。どれだ？見えない。どれだ？どこだ？あれかな？あ、これやね。はい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 。これだ、これだ。ちょっと垂れてるけど、とりあえず。抜きたくないけど抜くしかない。うん、ちょっと抜いて結構だからいけるよね。思ったより思ったより入っていい感じですよね。どうかな。ああ止まったかな。うん、おお。思い出すね。さいろいろ。いやなんかね。あ A 出た、よかった。ちょっと一安心した。あ秒数も良かった。あでもすごいさっきのあのやっぱりガイドに沿っていけばもうほぼいけます。時間通りで。いやすこの久しぶりの人にも安心。久しぶりの人にも私ぐらいそうというわけで訓練終わりました。終わりました。ここからは自分でおそらく選べるってことかな。区間をさっき下に急行と特急と水回り3つ出てましたからね。来ましたよ。初めてのリアルプロ運転お疲れ様でした。鉄メダルを10枚プレゼントします。なるほどね。このメダルを獲得して次のステージに進んでいくというような感じですかね。というわけでこれで他の区間も空いてるみたいなんで、はい、行きましょうよ。行くんですか。いや行くでしょ。行くでしょ。この見てよこのセット、ほらやる気しか感じないですけど。そうでしょ。行きますよ。その決意表明はどうなのかと思いますけど、行きましょう。行きましょう。行きましょう。よし、行くぞ。これが、じゃあこれで開くのかな。これでクリックしたらいいですかね。あ、交換しますということですね。これで鉄メダル10枚と交換することで解放されると。はい。うい。解放されましたよ。さあ行きましょう。行きましょう。名鉄岐阜から神宮前。おお。神宮前で終わるところもさ、このリアルね。行きましょう。勤務やんこれ。お、見てくださいほら。お仕事しましょう。ほら見て、岐阜、笠松、新木曽川、一宮、物宮、新清洲、塚口、佐古、名古屋、金山、神宮前。おお、一通りずらっとありますね。これは行くからやるしかないか。ドキドキするね。これ行ったらもう終わりかなみたいな。まだ帰れないですよ。まだ帰れないかな。もう一度もう一回豊橋ぐらい行くかな。よし行きます。あ、手こ取らなくて大丈夫ですか。いいか。先住入社貸します。はい、気をつけて行ってらっしゃい。この細部へのこのこだわり、うん、こういったほな色使いとかフォントもそうですし、名鉄のそれっていうのを全面に出してきてる感じがいいですね。ね、早速。うわあ、女性車掌。あ、隣1200かな、ほら止まってます ね。 あですね。次笠松出発進行、はい、パイロット点灯連絡よし。エアーズ35かな。あれ怖いぞ。不安になってきてるかなって。あれ35ですね。本当はここガタガタ鳴るからオフしたいとこだな。時間が余裕あれば。時間ここね、どういう運転時間取ってるかわからないんで何とも言えないですけど、まあ、急行は割と比較的余裕ありますね。最高速ピンピンまで出さんでもって感じですね。寝てるんで、うん、入ってないね。
なんかこれあれか、下り勾配でたるって伸びてきてるんですよね。はいはいはい。おお。この電車は急行豊橋駅です。おお、よし、進行。よし。進行、よし。リアル。リアルだな。もうちょっとこれ55ぐらいかな。可能通過。食べてる。あ、今ちょっと残りなんで、ね、ちょっと食べて。チャジョ通過。うわー、チャジョや。チャジョなんてここ歩いていくそれこそシャシャシャってさ。チャジョや。進行。しっかりかな。行きましょう。わ、ほら。予知してるかな。わ、6000もらってた。わいいね。わ、この電車見るのも楽しいね。この横に何が止まってるかなっつって。これ楽しいや。よし。そうそうそう。あ、気持ちいいな。爽快やな。ここ好きやったな。進行。加速してる感じが。そうそうそう。進行略語よし進行ここ105じゃなかったっけここに100って言ってた、うん、あこれ105ね105疑難通過よし6両なので全然早くられちゃうかな6両の停止位置がどこやったかなって感じ左下に右下かなえどこやろ右下じゃないですかあれ左下っぽいな名鉄さんはねどっちもありえるんでねあ642だここだそう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 思い出した思い出したはい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 でこんな感じちゃうあ全然手前だったここの感覚やね、やっぱ難しいのは。感覚難しい。なんか、自分の思ってるよりも、もっと前。もっと前ってことね。でも、まあまあ、でも、うん。まあ、いいんじゃないあ、いいでしょ。そんなことよりも、走る喜びをね。次、一宮。出発進行、パイロット、出るよし。うおぉ。いいっすね。めっちゃニヤニヤしてますよ。楽しい。なんかすごい体が覚えてるもんね。結局進行。すごいわ。なんか普通にやってるもん。いやなんかあまりにリアルだとやっぱりもうすぐ入れるね。違和感がないから。そのまんま。そのまんま入ってます。進行よし。そのまんまの言い方ですね。名古屋入るときもバスの案内ちゃんとしてましたからね。ああそうや。誰か交代の人がおる。めっちゃ交代の人がおる。どこだ。あ、すごいめっちゃ確認してる。すごい。あれですね、テーマが超わかりやすいですね。あれなんか、そういうの、あ、なんか勝手にそれ言っちゃいましたよ。これ多分最後の駅なんで、うん、この範囲が狭いからってことなんですね。あ、そういうこと、もっと慎重に行かなかんだ。はい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 、いやはい、というわけで、これ、鉄道日本リアルプロ名古屋鉄道編プレイしていきましたよ。いかがでした？いや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 、普通にやってた。もう淡々とやってて、なんかえこれどうするの、あれこれどうするのがなかった。なかった。あのもうそのままぬるっとスタートしてて、そして何より特急ですよ。今度ニュースカイと特急編やらないと。これもあると。いやまだまだ全然楽しめますよね。ボリュームが
すごいから。ああ、ミュースカイ。さらに、この資料館とかね、ほら、クイズとか、このちょっとした楽しみ。ミニゲームもね、ありますし。これもまた楽しみです。鉄道日本リアルプロ名古屋鉄道編を、ね、こちら、12月14日発売、お値段なんと7800円ということでね。名鉄好きだけじゃなくて、うん、そう鉄道に興味ある人とか、そうにもね、こういうのおすすめできるなっていう、うん。普通にね、だから、名鉄好きもさることながらね、普通に運転してても確かに警笛のあのリアルな感じとか、あの音とかね、全部こう含めて、うん、なんか没入感、リアリティ、リアルプロですよ。うん、いいですね。めちゃくちゃ楽しかったな。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、いきますよ。出発進行。じゃあね。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。